はい、こんにちは。電子音楽専門チャンネル北条久弥のスケープレディオセッション3。どうも、作曲家で電子音楽家の北条久弥です。はい、本日618回目の放送になります。秋の3連休です。2週連続で3連休なんですが、今週の3連休は僕は仕事もあったのでゆっくりできないんですが、来週の3連休は少しゆっくりしようかなと思っておりました。皆様はどのように過ごされますでしょうか。さて、本日のスケープレディオは日本人ラッパーとのコラボ曲が TikTok で大ヒットのラッパーをレコメン。本日のスケープレディオは日本人ラッパーとのコラボ曲が TikTok でまさにヒット中のラッパーミーガンジースタリオンをレコメンしたいと思います。ここで簡単にミーガンジースタリオンのプロフィールを紹介しますと、テキサス州サンアンタニオ出身のフィメールラッパー、シンガーソングライターがミーガンジースタリオンです。母親もラッパーで幼い頃からセッションに参加します。2016年サウンドクラウドで音源をリリースするようになり、2017年に EP Make It Hot でデビュー、2018年にニューヨークのレーベル300 Entertainment と契約し、2019年初のフルレングスミックステープ Fever をリリース。好評を博し、この作品からニッキー・ミナージュとタイダラサインをフィーチャーしたシングル Hot Girl Summer が大ヒット。2020年ビヨンセとのコラボ曲サベージ・レミックスで全米1位、カーディー・ビーのアルバム WAP への客演でも話題を呼び、デビューアルバム Good News が全米2位を記録。2021年第63回グラミー賞で最優秀新人賞を受賞します。2024年2年ぶりとなるニューアルバムをリリース。はい、簡単にミーガンジースタリオンのプロフィールを紹介したのですが、ニューアルバム6月末にサブスクなど配信でリリースされてたんですが、8月30日に CD でもリリースになったので、このタイミングでのレコメンになります。今 TikTok で大ヒット中の楽曲、日本のラッパー千葉勇気をフィーチャーしたマムシという曲でミーガンの名前を知っているという方も多いんじゃないでしょうか。お金稼ぐ俺らはスターのフレーズ、聞いたことがあるんじゃないでしょうか。日本人ラッパーの千葉勇気さんは2008年から2021年まではコウという名義で活動されていたので、そっちのアーティストネームで知っているという方も多いかと思います。2024年からは千葉勇気名義で活動されていて、チーム友達のヒットでも知られますね。僕も若いアパレル関係の方たちと DJ イベントを企画した際に、若い DJ の人たちがめちゃくちゃチーム友達をかけていて大盛り上がりしていたので、この曲かなり流行ってるんだなと思いました。日本人ラッパーの千葉さんとコラボしたマムシでは、英語のラップだけではなくミーガンは日本語でも少し歌っていたり、さらにアルバムの収録曲にはオタクホットガールというタイトルの曲があったりと、日本好きが伺えるミーガンです。そんなミーガン大のアニメ好きらしく、ヒロアカのコスプレや鬼滅の刃のネイルの写真を SNS にアップしたり、サマーソニック2022への出演のために初来日した際には、当時池袋で開催されていたジョジョのアニメ10周年記念展を見に行ったり、さらにはサマーソニック大阪会場のステージにはセーラームーンからインスピレーションを受けたという衣装でパフォーマンスしたりと、かなりの日本のアニメ好きのようです。ちなみに TikTok ではセーラームーンにオマージュではなく、がっつりセーラームーンのコスプレもしているので、かなりお好きなんだと思います。セーラームーンは世界中の女性に愛されてますからね。一昔前ならラッパーでアニメが好きな方っていうのはあんまりいませんでしたが、95年生まれの20代のミーガンの世代になると、ラッパーもアニメ好きももはやボーダーレスのようです。それではそんなミーガンの楽曲3曲続けてお聴きください。 Spotify のスケープレディオオンエアというプレイリストがありますので、こちらから楽曲は聴けます。1曲目はカーディービートの WAP。
2曲目はリリースされたばかりの BTS のラッパー RM との Never Play。 3曲目はニューアルバムから TikTok ヒット中のマムシ。聴いてください。ジャンルや国境を越えてコラボレーションするラッパーミーガンジースタリオン。ニューアルバムミーガンはアトランティックより発売中です。今日レコメンしました3曲は Spotify のプレイリストスケープレディオオンエアから聞くことが可能です。 YouTube チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。励みになります。それでは今日はこの辺で、また来週土曜日に会いましょう。北条さやでした。